高卒1年目、8勝1敗、防御率 1.07、WHIP0.98。ものすごい投手が現れたと思ったよね。ベジェコって廃れたよな。ジャスティスよりこいつ取るべきやった。先発壊滅してるのに外れてるわけないやろ。ここ5年で17勝は寂しい。それでも 1.5 億もらってるけど。カーブが見極められるようになって球数増えてダメになっただけやろ。何があかんようになったんや。故障がちなのは否めない。ひいきじゃないチームのピッチャーってすごい時の記憶で止まってたりするな。こいつとか広島の野村とかいつの間にか落ちぶれてた。他球団ファンと他ファンで評価の落差がすごそう。怪我がちなだけで毎年2点台後半くらいやと思って数字見たらビビった。藤浪といい武田といい早熟だっただけなんかね。年齢の違いがあるとはいえ武田に甘すぎ。違反球時代ってほんと黒歴史だよな。武田はその後も何年か活躍したから良かったけど、同世代高校時代は鎌田が最強で、大学時代は原樹里が最高やった。この世代はピッチャーよりも近藤吉田がいる野手の方がええな。